ただいま。ちょっと寒くなってきた。家みたい。懐かしい曲見つけた。
できた時に言いたいです。あれよ、4人のユニットのバラードで名曲STU も私はやったことないけど誰かやったことある。天才記憶のジレンマや。そうです、そうです、すごい、よくわかったね。
ごいね。7時半。早っ。ありがとうございます。チョコ何時までやるの、あんま考えてないけど8時ぐらいかなって感じで思ってた。てかすごいずっと、若干ね、喉が痛いになってきました。うん、乃木坂さんから飛ばされた方がいらっしゃる。チョコ食べてたところにありがとうございます。これチャンスじゃない、乃木坂さんの歌歌おう現金な女だ。乃木坂さんの歌歌おう。チョコ食べたら、だから歌い終わるまではいてください。家の音かな。こういう時はメドレーにするわ。ベスト。自己紹介受ける。石田千穂です。 STU48 です。君が何かを追いかけて電車が過ぎる高架線
うのリコチですよね。
後の最後でここまで歌えとったのに。そんな感じです。次 ST の歌だとこ一曲一気さっき歌ったけどどうしよう。東京消すやつ歌おう。そうよね、そう聞こえるよね。東京じゃないね、東京は消しませんけど歌います。消しゴムマジックで消さないんで。なんか自己紹介ライブみたいになっとる。じゃあ次 STU の一番の盛り上がり曲を歌います。これはぜひ知っていただきたい曲です。
界を迎えてきてる、着々と。じゃあもう一曲おすすめしたい曲歌います。飛ばされて来てくださった皆さんにこの曲を聴いていただきたいです。これはとってもおすすめの曲。21歳です。広島県出身です。大型です。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にならなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。服に息を吸ってうつむに吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が好きだ。イエーイ。息をする心を聞いていただきました。この曲はセンターをさせていただいてます。石田地方はですね今から売り込みをしようと思います。お話し会がとても楽しいで有名でございまして、言ってやってみんな石田地方推し言ってやって。そう本当にね、お話し会おすすめです。そしてダンスもパフォーマンスも自信あります。お話し会はなんか ショールームと全くキャラが違うと言われますので、そうぜひ来てみてください。来て体感してください。そう。そう。我ながらね、お話し会のリピーター率はダントツだと思ってます。そう、今多分再販やってるけん、やってなかったかもしれんけど、もうすぐやるかもしれんけん待ってます。あ、そう、あと12月9日福岡でリリーベあります。あと8、あ9、あその日じゃ、9、その日ね、土曜は何するに出ます。
見てね。釣り師なのね。いや全然釣り師じゃないんですよ。え、釣り師じゃないですよね。あの、なんていうの、こんな感じの対応じゃない、こんな感じではないんですけど、あのわっはっはーって感じ、わっはっはーって感じの感じです。釣りはしてない。そう、わっはっはーでやってきました今まで。そう、友達って感じ。あ、そう、来年1月21は幕張でリリーベです。遠いけど行ってみたいけど、何を話せばいいのか、もうね、何も考えず来てください。任せてください。釣ってくれないのか。釣ってあげません。釣ってはあげませんけど、あの、気がついたら釣られてると思います。こんなにもう来てもらうのに必死でこんなに言っとるけど大丈夫かいな。じゃあ普通にもうカラオケします。あ、そうじゃ、リアル完売、リアルがね特におすすめなんですけど、じゃあ何歌おう。うん、何歌おうかな。うん、でももうちょっとしたら終わります。今日ね、これは歌おうと思っとった。え、聞くけど、あ、あった。ん？本人映像だ。今月は何月だ？12月だ。めっちゃぴったり。
でも12月を感じました。何だったかな。ソロコンまたしたいね。あれを歌います。これ最近私このイントロと同じ出来事2回あったっていう曲です。いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓の向こうには田園が広がる。一人ことで語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像し僕以外いなかった。最初の反抗は空気がすがすがしい。一人でいるのは心細いけど、新しい世界だ。始めるのは語ってるだけより意味あることだ。ならば黙ったまま何かしよう。
てセンターをさせていただいた楽曲でございます。一瞬さらばまた戻ってきます。